4番は山下選手は第1コーナーから第2コーナージャンプセクションに入る。時間は1分の経過です。お呼びしていただきます。予選会後です。前期51上手選手、51佐久宮選手、53梶田選手、54山口選手、55森田選手、56岡本選手、57岡田選手、58福原選手、以上選手ボタン入るのをお待ちください。さあ、時間の方は1分20秒。さあ、脇坂選手、トップマシンをもう少し手術がトップ。現在、左のダブルヘアピンを抜けて、先ほどのおっとボールに行く。その脇を、関2番の脇坂選手が抜けてきた。ブルーとホワイトのカメラ。さあ、ここでバックマーカーをうまくかわしていって、バックストレート、左のダブルヘアピンに入る。時間の方は、どんどん大きくてくる。2番、4番、3番がトップ3。8番、7番、6番、1番、5番という展開。さあ、脇坂選手のマシンが、これは残念と待ってしまったが、さあ、時間の方はここで2分が経過。前回6番のビンボ選手ボール、前回4番の山下選手はトップゴール、さあ7番、8番、6番ゴール、3番の後藤選手が2番手ゴール、脇坂選手はこのレースでは3番手が確定という形となっております。残念でした。さあ、プロポのですね、バッテリーカバーが外れている方が忘れ、こちらですね、落とし物で届けられております。ブロコのバッテリーカバーが、落とし物で届けさあ、大きな叫び声があったが、おさあ、トップマシンが転倒してしまったが、まずはゼッケン5番の森田選手がトップ、チームシンガリー、2番手はゼッケン4番の山口選手、3番手はゼッケン7番の岡野選手と続く、5番、4番、7番のトップ3となっている。さあ、選手はそれを追いかけるブルーにレッドのラインが入ったマシン、あっとトップマシンの川村選手ジャンプセクションで転倒。これで関1番と2番選手だ。